忍者めぐまる。おはようございます、めぐまるです。おはようございます、まーさんです。はい、今日はねまた群馬に行きます。好きだね群馬めっちゃいいところだからいいの今日はどこ行くの？群馬といっても広いよ。そう、広いよね。今日は廃線になった電車の線路の上を自転車で回れるっていうね、バイクレール上がったんっていうのを予約してるんで、今日のミッションはまずそれに乗ること、で明日は関東屈指のロングダートの林道に行こうかなと思ってます。イエーイ今はこんな青空なんですけど、このあとちょっと天気が崩れるみたいなんでね、そうするとせっかく楽しみに予約してたアガッタももしかしたら運休とかになっちゃうかもしれないんですけど、どうなるか分かりませんが、とりあえず行ってきます。寄りたいところがあるんでね、寄ってから帰ろうと思います。最初の日に予約してた吾妻橋レールバイク上がったんが運休になってね、すごくショックだったんですけど、こっち来る前に週間天気をずっと見てて、雨マークがずっと取れなかったんでね、これはもしかしたら運休になるかもしれないと思って、もう一枠、今日のね朝一一個だけ予約が空いてたんで予約を入れといたんですねそしたら今日ちょっと曇ってるけど雨は降ってないんで、運休の連絡も来てないんで、なんとか乗れそうなんでね、とりあえず乗りに行ってきます。めっちゃ楽しみなんだけど撮っといてよかったよな。撮っといてよかった。ちょうどなんか最初ね、週末だから予約いっぱいだったんだけど、ほら最初雨マークがいっぱい並んでたからね、予約が動いてなんかね空きができてたんだよね、そこに入り込んだ感じで。よかったよかった。で、吾妻橋レールバイク上がったんはね、なんか吾妻と電車ってほらガッタンガッタンって動くでしょ、吾妻とガッタンを合わせてアガッタンっていう名前だったり、なんか書いてあったよ。で、廃線になったねレールを自転車で漕いで、自分たちでね漕いでいくっていうアトラクションなんですけど、なんかねほら レールって2本あるから1人じゃやっぱ受け付けてもらえなくて、2名以上で、前はねちょっと一人でねちょっと行けなかったんだよね今回はマーさんもいるしってことで、とりあえず行ってきます。なんかもっとさ山深いところなのかと思ってたんだけど、勝手になんかそうでもないね、普通にお家もあるし。あるよ。ここにあるの？
その上のとこはそうじゃん。でもガンガサワって書いてあるもんね。ガンガサワ駅からだから、この辺に駅があるんだよ。それ？ああ。どこに受付あるんだろう。ここだよ多分ここ。え？これ？ここ俺の左側。え、これが受付なの？なんか建物があったよ、でも写真見たら。ここからあれだよ、ここ受付なんだよ。駐車場どこにあるんだ？え、だからその受付の建物があって、ほら、ここだよ多分。あ、でもあそこに上がったんって旗がある。それかな、その建物かな。行ってみる、うん、やばい、分かんなくなった。あ、受付って書いてある。ほら、ここが駐車場なんだ。なるほど。え、前に行く。あ、あれ、レンタル。こっちはまた。あ、あったあったあった、ここだ。9時25分発、今日は満車なんだ。これかぶるんだよ。おはようございます。受付しました。ヘルメットを選んで待ってなきゃいけないんだけど、これ黄色だとちょっといかにも工事っぽいからさ、ピンクかな。ピンクだな、ピンク。普通白選ばないよ。白と黄色はなんかこれ何だって感じやん。あ、そうだね。上がった。はい、どうぞ。はい、3人乗りお願いします。これが実際の車両で、3人乗りと4人乗りがあるので、私たちは3人乗りを予約しました。はい、どうぞ、行ってらっしゃい。はい、どうぞ。あ、随分高くしましたね。はいはい、どうぞ、行ってらっしゃい。はい、じゃあ、また行ってきます。はーい。いや、でもちょっと怖い。なんかそっちに斜めってんだけど、怖い。
トンネルです。 7.2 メートルだって短っ。アガッタンはヤンバダム建設の時に付け替えとなり、廃線となった線路の一部をレールバイクで走ることができるアトラクションです。真ん中に補助席があるので、1台を2人から4人で乗ることができます。片道約 2.4 キロの道のりを30分から40分かけて移動していきます。ヤンバダムは洪水調整や首都圏の生活用水、工業用水の確保、発電などを目的に2020年3月に完成しました。重力式コンクリートダムで高さは116メートル、堤体の上からはダム湖や吾妻峡の絶景を見ることができます。展望台行ってみようよ。水がキラキラしてて綺麗だよ。 あっちにも橋があるんだ。
場所や。あ、営業中になってるよ。じゃあソフトクリーム2つください。2つですね、はい、ありがとうございます。こちら流れ屋で700円です、はい。この日はまだ紅葉の期間中でシャトルバスが運行されていましたが、それ以外の期間はバスがありません。なのでガンガサバ駅まで戻るにはとことこ歩くか、帰りも上がったに乗るしかありませんのでご注意ください。忍者メガ丸。あ、見て、前から来る車、信号みたい。ほら。わざと怖く通ってる。かわいい。信号だった。いや、上がったね、超面白かったんだけど。なんかこの辺来るんだったら予約してやった方がいいね、うん、超面白かった。やっぱ予約は必須だって言ってましたね。なんか結構人気があるみたいで、あとやっぱ雨が降ったりすると運休しちゃうんでね、結構乗るタイミングがねなかなか合わなくて難しいんですけどね、めっちゃ楽しかったです。全然苦じゃないしね。そうそう、電動アシストだからね、大丈夫だった。もうほんと超乗れてよかった。もうこれに乗るために来てるようなもんだからね、ここにね。予定通りに行動できなくてどうなっちゃうかなと思ったんですけど、まあ、結果的にね、上がったにも乗れたし、林道も行けたし、まあ予定してたことは全部やってきたね、うんうん。あと寒すぎるとまーさんがほら動きが機敏になったりとか、私もね自分が笑いが止まらなくなるっていうのがちょっと分かってね、新しい発見ができてすごい面白かったです。でもね、もう冬の初めにねこんな寒い思いしたら、多分この冬のツーリングはもうどこに行っても平気かもしれない。怖くないと思う。怖いとかそういう問題じゃなくて、いやもうこんな寒いのはどこに行っても耐えられる気がするもん私。最大のあれだよね。だってこんなさ寒くなくたってみんなは冬は電熱着たりとかね、うん、もう電熱してるわけだからさ。
あの寒さで電熱も何もつけないで。なんか11月にのぞり湖にバイクで行く人はね、結構珍しいって言われましたね。皆さん暖かくなってから行ってください。なんかね、私知らないってすごいなと思ったのに。何も知らないで行ったけど。まあでもね、事故もなくね、よかったよ、うん、雪降ってきたしね、なんだと思ったけど。あ、でもすごいね、思い出に残るいい旅だった。路面がね、凍ってなかったからよかったね、うん。これからね、まだまだ寒い日が続きますけど、皆さん風邪などひかないように気をつけてお過ごしください。今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。